カードリーダーの話、カードリーダーの話、私昔ね、デジカメに出ている SD カード、ね、切手ぐらいの SD カードっていうのがあるんですけど、それを主に使っていて、デジカメとかでもね、記録媒体としてはそれを使っていて、でデジカメをパソコンにつなぐと中のね、画像が読み込めてパソコンの方にバックアップできるっていうことがあるので、そうやってたんですけども、いちいちこれパソコンにつなぐのめんどくさいなと思って、カードリーダーってものがあるんだと、USB みたいな感じでつないで、でカードね、 SD カードをつなぐとそこから読めると、つまりコードをつなぐとか、あるいはデジカメのバッテリーを消費しないでバックアップできるとかね、いろんなメリットがあるので、あるいは例えばコードがなくなったとか接触不良とか壊れたとかね、いう時にもカードリーダーだけあれば一応できるわけですね。だからそれを買ってきたわけで、このカードリーダーはね、 SD カードのカードリーダーは電気屋とかでも売ってるんだけど、100均にも売ってるですね、 USB メモリーみたいな、そういう、タイプで、ね、USB メモリーの大きさで、うん、それをね買って、100円なんでね、まあダメ元で買ったらよく使えていいなと思って、バックアップっていうかね、その2系統にしとくには十分だなと思って、それでね、最近また新しいデジカメを買ったら、古いデジカメが壊れまして、途端に壊れまして、それでまあ新しく買った中古のね、ジャンク用品のデジカメを使ってるんですけども、もう本当に遊びで記録のためだけに撮るような、画質とか問わないで、どっか行った時にここ行きましたよってことをね、一時メモ帳するのも面倒だし、後で見て分かるように、うん、そのね記録を使うことも分からないけども、一応駅前とかでパチッと写真撮れば、それ見ただけでいつどこに行ったか分かりますよね。それでデジカメをね、どっか遠出する時も持ってって撮ってるんですけども、まあ一番到達した地点で撮るとかね、うん、でそのね、新しく買った中古のデジカメが記録媒体がコンパクトフラッシュなんですね。コンパクトフラッシュ、 SD カードじゃなくてコンパクトフラッシュっていう、ちょっと大きめの牛乳瓶の蓋ぐらいの四角形なんだけどね、牛乳瓶の蓋ぐらいの大きさの四角形のコンパクトフラッシュっていう、そういう記録媒体があって、でそれをね、もっと持っていたものを出してきて、それを使ってるんですね。でこれについてもちょっとね、まあ長いあれがあるんだけど、まあ端折って言うと、コンパクトフラッシュはまあ今メインで使ってる記録媒体になったわけね、うん、それでですね、コンパクトフラッシュをパソコンに読ませて、それでパソコンにバックアップしたいと、でこれはね、コンパクトフラッシュのカードリーダーがあるといいですよね。もちろんケーブルでそのままつなぐっていうのもありなんだけど、ケーブルでつなげるデジカメは1個しかないし、いちいちそれを起動させて、ね、カードリーダー代わりに使うのもめんどくさいし、そのデジカメが壊れたらアウトですから、だからやっぱり2系統欲しくて、手持ちのデジカメをつなぐのと、それからカードリーダーでUSB に挿して読ませるのとあって、で簡単な方を日常的に使おうと思って、でコンパクトフラッシュが読めるようなカードリーダーをね探しに行ったんですね。でまずはジャンク商品のとこ行って、中古家電でね置いてんのかなみたいな感じで見たら、いくつか回りましたけど2店舗置いてましたね。でそれはね USB のとこつないでコードが出てて、でマウスぐらいの大きさ、マウスぐらいの大きさの四角形で、でそこにコンパクトフラッシュを挿して読ませるという、まあ昔のね古いデスクトップタイプに使ってたような、カードリーダーのね、で物はね、いいと思うんだけど古い、めちゃめちゃ古いと、でジャンク商品だから動作は保証されてないし、で価格は300円なわけ。
300円出してこれ使えなかったらショックだなと思って思いまして、でそのカードリーダーが300円っていうね相場もよくわからないし、そもそも使えるかどうかわからないと、ジャンク商品だから。で動作を保証されたようなものは中古屋にはなかったし、やっぱり昔の商品だからないのかなと、特にコンパクトフラッシュはね、そのリーダーはと思っていたらですね、ある中古家電屋、これはあのジャンクじゃなくて普通の中古家電屋のところにですね、コンパクトフラッシュも読めるカードリーダー、これ置いてました。500円ぐらい。これはね優れもので、いろんなタイプのメディア、先ほどの SD カードもあるし、コンパクトフラッシュもあるし、それ以外のねいろんなデジカメに入れるような変わったメディアもね細かいのいっぱいあるんですよ。50種類ぐらいあるわけね。でそれが全部読めますよみたいな、そういうカードリーダーね、これ500円でこれいいなと思って、しかもジャンクじゃないから一応動作保証はあるわけね、中古家電屋とはいえ500円いいなと思って、これ買いだなと思ったんだけど、ちょっと待てよと、そもそものカードリーダーの相場がわからないと、しかもそんな多機能性はいらないわけ、コンパクトフラッシュ1枚読めれば十分だから、というわけでね、一旦ストップして、買ってもよかったんですけども、一旦ストップして家電屋に行きました。はい、本当の家電のねあれはどのぐらいなんだと、もちろんネットでね検索してますよ、その行く前にね。だいたい1000円ぐらい、カードリーダーは1000円ぐらい、コンパクトフラッシュを読めるようなねマルチ的なカードリーダーは1000円ぐらいですね。で実際どうなのかなと思って家電屋行ったらですね、ある家電屋ですぐ見つけたんですけども、700円ぐらいで売ってました。700円ぐらいでいろんなカードが読めるマルチタイプのカードリーダーは700円ぐらい、中古のジャンクで動作保証なしで300円、動作保証あって500円、新品の家電屋で700円、200円ずつだんだん上がっていくみたいな、ネットは1000円みたいな、でまだね家電屋1店舗しか行ってないですね。で1店舗だけで700円で買っちゃうのもどうかなと思ってね、まだやめてるんですけども、もうちょっと家電屋行って、家電屋で500円ぐらいやったらこれ絶対に買いでしょうと、思いますし、新品だからね。はい、というわけで、カードリーダーをね、探していますという、そういう話でした。